さなホテルなんですけど、家主さんの息子さんが定年になったら帰ってこられるということで、10年間限定で使わさせてもらっています。そういうヨガ愛好者の方たちと若い方が結構多いから、そういう方たちが来てもらえる一つのプログラムとしても発信していけたらいいなと。こんなんしたらヨガの定期っぽいなとかがあれば、反対にちょっともう教えてもらいたいなっていうか、屋久島に似てるとこもあるな、健康不良になった時の代替が非常に弱いなっていうのが、皆さんにやっぱりこうやっていろんな離島の方たちに来てもらって、これからももっとつながっていけそうだなっていう、きっかけはできたんじゃないかなと、僕自身は思っています。僕が最初にすごい魅力だなと思ったのはこの火山の景色。ただの崖にしか見えないじゃないですか、知識がなかったら。だけど知識が入ることですげえなって。この三島村を、次の世代が帰ってきたい場所にしていきたいねっていうような、食っていけるかどうかの話がお金だけじゃなくて、僕らの場合はここを目指すためにお金も稼ごうと思ってます。だからそこの関わりしろがあるから手伝ってほしいっていう、それを一緒にそういう村の状態、島の状態を作っていこうっていう人を帰っておいで、関わりしろがあるんだよっていうのが外にこう見えていくのかな。伝えきれてないですよね、多分ね、言語ができてないよね、ちゃんとね。こう伝えないと余白があるかどうかも分かんないですよね。このメンバーで話したら絶対気付かないところに来れてて今、いい一日だったなと思っています。